はいどうも、カッパ炎上グッズ第5弾販売開始のお知らせです。7月3日までの期間限定販売となっておりますので、お早めにどうぞ。はい、カバージョブロカッパ炎上です。じゃあ今度はね、孫正義さんとこのソフトバンクグループのお話ですかね。ソフトバンクグループの、この株価暴落に、焦った孫正義さんがね、株主総会でのお話らしいんですけども、この株主の人たちに対してね、ソフトバンクグループ株をね、もっともっと購入するように迫る、なんかそういうね、珍事が発生したって、そういうお話ですかね。なんだろう、株価暴落は株主のせいだ、みたいな、そんなこと言っちゃったのかな。ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長が23日の株主総会において、世界の IT 各社へ相次ぎ出資している現在の経営方針を、情報革命の資本家であると定義したい、と表明し、投資額を上回る資金の回収を目指す投資家とは異なる戦略だと明らかにしたと。で、孫会長は19世紀の産業革命下では蒸気機関を発明したジェームス・ワットらとともに開発資金を投じた資本家としてロスチャイルド家の存在があったと発言。200年後の21世紀には情報革命が花咲こうとしている。ソフトバンクグループは情報革命のキープレイヤーになりたいと力説。株主との質疑では大きく上下動する株価に質問が集中。自社株買いを求める声には常に重要な選択肢の一つと応じ、株式分割も選択肢の一つとして検討することはあるとの考えを示した。足元の株安と時価総額減少に対しては 2.5 兆円規模の焼却を行ったことが一因だとしながら、なんぼなんでも下がりすぎ、時価純資産に対し 50% 以上、割安な現在は買いのチャンスだと訴えた。総会では株主から、配当成功を 30% に定める議案と、無配とする議案が修正動議として提出されたが、人事も含めて会社提案が全て可決されたっていう、なんかそういうね、株主総会のやり取りだったんですけどもね、どうなんですかね、今日は上がってるし、まあ割安って言ってましたけどもね、どうなのかな、ソフトバンクグループのこの社債を買う人がいたのかどうか、そこがちょっとね、何も見えなかったのであれだったんですけどもね、でもこの人的にはどうなのかな、あれかな、まだまだ損切りはしないっていう感じなのかな、でもあれでしょう、要はね、こう言っちゃなんですけども、ファンド気取りの脱税者がポジショントークしてるようにしか見えないんですけど、まあ投資会社でね、時価評価した資産価格、まあなんていうんですかね、閉鎖会社株式っていうんでしたっけ、はあんま意味なくなかったでしたっけ、確かどっかの投資家の人が買うべきって先導して儲けて捕まったりしてませんでしたっけ、あれどこの誰でしたっけね、まあこの人、この経営者はね、株というのはこの将来性を買ってるっていうのを分かってないのかな、そういうつもりでやってはいないのかな、そういう捉え方なんかしてなさそうですよね、まあなんだろう、まあ投資家、このなんていうのかな、この PBR1 以下の会社って投資家からはまあこういうふうに捉えられてますよね。まあ粉飾してるのかね、まあ今後一切成長しないのか、まあどっちにしても要は全く期待されてないってことですよね。なんていうのかな、この信用がないんじゃないですかね、信用がないと思うんですよ。まあ関係者なんかも含めてソフトバンクグループ。だってね、このソフトバンクもね、この SBI インシュランスでしたっけ、この上場の時もとにかくなんかこうぼったくる気満々だったと思うんですよね、なんかね、それだったらこの実際この身銭切る投資する側としてはもっともっとこう安全で信用できそうなところをチョイスすると思いますけどもね、ところでこのビジョンファンド2への出資者って見つかってるんですかね、どうなんですかね、でね、なんかこう産業革命云々みたいな話もしてましたけど、このソフトバンクグループにね、孫さんのところに産業革命級の何か、ね、例えば産業革命、まあ、蒸気機関級のっていうことですかね、なんかこう発明というか開発するパワーってあるんでしょうかね、どうなんですかね、
いやー、僕はないと思いますけどね。だってこの研究開発費とかは一切出さずにね、例えば NTT なんかの成果にただ乗りするだけの会社でしょ。うん、そんな会社にね、開発力なんかね、うん期待するだけバカみたいな状況じゃないですか。うん、で、何でしょう、これ時価純資産に対して 50% 以上割安な現在は買いのチャンスだ、なんか力説してたんでしょ。うん、なんかどっかでこういうフレーズってなんか聞いたことありませんか ね、特にどこの国の誰ってあえて言いませんけど、あの人たちなんかよくこういうことを日本に言ってませんね。うん、なんかこうね、なんかちょっぱり話があるみたいな感じでさ、よく来るあのパターンにそっくりじゃないですかね。うん、助けてやらなくもないみたいな感じで、ね、困ってるんだけど、ね、お願いする側、ね、何か物を頼む側の態度っていうのを知らない人たちだからさ、上から目線で踏ん取り返ったままね、助けられてやらなくもないみたいなこと言ってくるあの人たち、なんか似てません、ね、そっくりだね。うん、まあなんだろう、個人的になんかね、うん、その自社のこの株価水準についてああでもないこうでもないね、どうこう言う経営者ってなんかうさんくせえなって思うんですよね。うん、なんか信用できないというか、うん、なんかこう警戒する感じって言えばわかりますかね。うん、なんだろうね、株やるからね、株やる人なんかほらね、この世界中のね、この大企業のねトップの発言とかって結構こうね注目してる人たくさんいると思うんですけども、なんだろうな、自分の会社の株価が安すぎるから買えみたいな、こういう下水発言してるのってこの人ぐらいじゃないですかあんまよそでそういうの聞いたことないんですけどね。うん、ね、だってそんなにお買い得っつんだったらね、うん、自社株買いもっと真剣にやったらいいんじゃないですか。うん、でもやらないじゃないですか、ね、じゃあ自分で買えばいいじゃんって誰もが思ったと思うんですよね。いや、自分だけじゃなくて側近ね、取り巻きの連中にももっと買え買えって促すんじゃないの。うん、つまりそうしないってことはそういう理由があるってことなんじゃないですか。うん、だからなんだろうな、あれですよ、ユニクロなんかと同じじゃないですか。日経平均寄与度が高いことから、ね、ある意味でなんか指定化したのがね、なんかこう剥がされたっていうか剥がれただけなんじゃないのかなって、なんかそんな気がするんですよね。うん、でそもそも確かソフトバンクグループのこの時価総額の大半ってこの上場企業株の時価評価でこう積み上げられているから、まあ、相場がこう下がったら加速度的にこうしぼむっていう感じでしたよね。だから不動産とか工作機械を、ね、資本換算しているこの製造業なんかとは同列にはならなかったはずですよね。うん、まあ、昔から言われていることですけど、この自転車操業で資金運用して、ね、社債も発行して、でその金も海外に持ち出して、いずれこの計画倒産で潰して株は紙切れにもならないってね、その話結構もうなんかもうだいぶ前から言われてますよね。うん、だって、何日か前にお伝えしませんでしたっけ、このクレディスイスの件ね、孫さんとのこの融資解消したって、うん、そういうニュースねありましたよね。要はもうプロ中のプロが手放したってことですよ。うん、なんとなくそろそろこの自転車操業の終末が近いのかなと。だって孫さん自らこの買いを煽り出してるってことは相当かなりやべえ前兆がもうそういう風になってきてるっていう、そういうことなんじゃないの。うん、まあこれはちょっと僕の考え方がね、発想が古いのかもしれないですけども、僕の感覚で言うとこの実業産業、まあ、製造業ですよね、に設備投資するんだったらね、多大なやっぱり雇用を生み出したりするじゃないですか。だから有用だと捉えられるんですけども、なんだろうな、この数字だけなんかこねくり回しているなんていうのかな、実業に対して虚業っていうんですかね、虚しい業、うん、になんか投機している会社に信用なんかねえだろうって思うんですけどもね。うん、普通に疑問なんですけど、これは株価操作に当たらないんですかね。うん、まあ、ちょっと詳しくまだ詳しくないんで分かんないですけど、僕だったら、まあ、僕そもそもこのトレードしないんで分かんないですけど、僕だったらよ、ね、商社株とか銀行株の方がマシじゃねって思うんですけどね。うん、だってこんなところの株買うぐらいだったら、まあ、そこまでね、この爆上げする見込みはなかったとしても、まあ、そこそこ株価も安定してて配当もそれなりな、まあ、商社さんとかね、銀行さんとかね、なんだったら他の通信大手、買う方がいいんじゃねえのかなって思いますよ。
だってね、この孫さんのところキャッシュフローとか見たらね、見る人が見れば実態なんて一発でわかるわけでしょ、うん、だって資金繰りに困窮してね、今にも黒字倒産しそうな状態じゃん、うん、って思うんですけどもね、うん、割安は割安でも万年割安じゃダメなんじゃないですかね、うん、だってあんな見え見えの罠みたいな社債発行してる時点でダメでしょ。しかも子会社の上場益で稼ぐなんてなんかむちゃくちゃなことしてますもんね、うん、あれを頭がいいとかね、さすがだなとはちょっと思えなかったですけどね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。